こんにちは、ひとみチャンネルの青木ひとみです。今回は2018年6月に行ったタイの、バンコクの Vlog です。いきなり夜なんですけれども、街歩きをした時の映像です。メイン通りよりちょっと外れた道を入っていくところですね。ちょっとこっちに用があったので歩きながら街の様子を撮りました。時間何時だったかな、8時とかなんかちょっと夕飯時ぐらいの時間だったような気がします。2年半前ぐらいなんで、コロナがね今あるんで今どうなってるかわかんないんですけど、飲食店すごい結構さそうで、こういう道のこの食べ物っていうところもずらーっと並んでました。毎日結構ずっと通ってくれてました。こういうところでね結局でも買わなかったのかな。一回買ったかどうかくらいだったと思います。この道なんかすごい空いてる感じがするんですけど、混んでるところは混んでました。車通りはですね、ここはちょっと入ったところではあるので、この感じはそんなに混んでないです。大通りで、なんかこう往来が多い時間帯、なんかビジネスタイムとか、皆さんがあちこち出かけるような時間帯だと、そういう場所だとめちゃくちゃ交通網は晴れておりました。ここだったかな、レストランがなんかすごい雰囲気良くて、確か生演奏とかもやってた気がするんですけど、入りたいなってずっと思ってて、結局ちょっとでも最終日まで行くことができなかったんですが、またの機会にぜひにと思っております。結構ずっとここもにぎわってましたね。お店もやってるし、ここは何かの会社だったかな、そういうところは勉強してますけど、おしまいですね。この今正面にあるここ何かクラブみたいなバーみたいなところでめちゃくちゃ盛り上がってて。なんかね、そこで遊んだりもしたかったですけど、ちょっとなんかそういうそういう相手が、ね、特になくて、トイレ行くのものとか結局行けなかったんですけど、ここめっちゃ楽しそうでした。パリピの皆さんです。ここもすごいなんか盛り上がってて、ここはですね、本屋さんとか確かハイブランドとかも入っていたショッピングモールです。めちゃめちゃおしゃれでした。通いたいと思う感じです。こんな感じ、中庭もこんなおしゃれでした。ここはナイトマーケットっていうんですかね。北の方も結構有名なマーケットめちゃめちゃ広くて、このすごい所狭しと屋台が並んでいます。ここでご飯食べました。ここでは、場所忘れちゃったんですけど、なんかイベントやってました。土日のイベントみたいな感じで、ここもやはり屋台が集まるフェスティバルだったらしくて、全然知らなくてたまたま行ったら、結構こんなすごいなんか結構大々的になっていて、ここでご飯ちょっと食べれなかったんですけど時間なくて、この近くにハードロックカフェがあって、そこに行きたかったんで、そこに向かう途中にせっかくなんで空気を取ろうみたいな感じで撮ってます。タイ語なんでね、下に映画書いてあって、何を見ないと何を言ってるかが分かんない感じでした。めちゃめちゃ楽しそうでした。なんかいろんな国の人もいるような感じでね、机椅子の空きがないぐらいの大盛況でしたね。今時間あったら行ってみたいと思います。ではですね、観光に行く途中の国、
この船で行かなきゃいけないところだったんで乗りました。現地にも友達がですね、ツアー回ってくれました。こういうあとテロップ入れときます。こんなところに行ってきました、ここにも行きました。これ全身映せないんですけど、有名な像です。横になってて足が見えるやつ、足に、あれがあるやつです。トゥクトゥクもそのお友達の計らいで一緒に乗りました。ちょっとね高いんですよ、トゥクトゥク。だけどすごい可愛くて一回乗ってみたかったと思っていたところ、ちょっと距離があって行きにくいとこだったんで、これで行ってみようかって言って、なんか良心的な感じの人に捕まえることができて乗っていきました。何分間乗ったかな、結構乗せて、長く乗せてもらって、この辺がねやっぱちょっとまあちょっと混んでるんで、なんかせっかく乗ってるのにあんまりスピードが出てないんですけど、こんな感じで、で横がね開いてて、まあ確かにそうだなとは思うんですけど、乗ると結構怖くて、で風もすごいんで結構注意です。掘り出されないようにしてくださいね人でもめちゃめちゃ楽しかったです。運転したいぐらいですね、これ結構ぐんぐん進んでくれてます。このナビ服がナビちゃんで、女性の方お気をつけください。まだ乗ってます。結構遠いとこなんで、こんななんか陸橋みたいなところに渡っちゃいました。この辺はね田舎の方に向かってることなので、住宅街を通ってみたいな感じ、高速っぽいところですかね。ちょっと記事上かわかんないですけど、この辺はねわーって行ってすごい楽しかったです。普通の車で通るような道でこんなトクトクのこの感じの車通るのってなんか結構危険な感じに今思いよくするんですけど、まあ、バイクがいるのは別にないかもしれないですけど、横から事故だったら思いますね。なんかこういう結構がっつりした道路を走ってめちゃめちゃ楽しくてずっとキャーキャー言ってました。乗れそうな方ぜひ乗ってみてください。見た目も可愛いし乗り心地も面白いです。なんか大人の遊び乗り物みたいな感じでした。でこういうところに行きました。これ、映えスポットですごい有名なところです。私はここで一回神になりました。ご覧いただきありがとうございます。1週間ぐらい行ってました。ここへ空港です。ネロちゃんとずっと一緒にいました。ありがとうございます。